はーい、おいしいマンピー。どうも、プロなんで、いや、おお。どうも、丸の内青柳れいなです。髪染めましたね。あ、真っ黒にしました。うん、なんで真っ黒にしたんですか。気分が真っ黒だから。そうなんですね。そうです、あ、そうですか。冬だから。僕もこの通りちょっと風邪いちゃって。あ、そうなんですね。喉がめっちゃ痛いんですよ。で、今さっきまで寝てまして。あ、ですよね。こんな感じなんですけど、すいません。いやいやいや、寒いこの部屋ね。っていうことで、今日はちょっとあんま喋れないし、面白いことも見えないんですよ。ちょっといつも喉痛いんで。はい。で、前々からコメントであった二人やっちゃえよみたいな。ねえ、ちゅう、ねえじゃないですか。やりますか。やらないです。嫌です。そうか。っていうことで、そういうコメントが多かったじゃないですか。はい。その、なんかそういう、はい、はい、見合わせるような。はい。本当にやっちゃおうじゃないっていう。いやー、しょっぱいじゃない。いや、無理無理、言っちゃおうじゃないみたいな。どういうこと。前 YouTube で流行ってた女の研究所みたいな番組があって、はい、その男女2人が例えばカラオケで見せていた時に、1時間後どんな感情になるのかみたいな、はい、そのパロディーで、ちょうど家の近くにラブホがあるので、2人でラブホ行ったら、今ちょっと距離があるじゃないですか。ラブホ行ったらちょっとやっぱそういう雰囲気というかで寝て、リナさん眠いですか今。え、そう。じゃあ寝て30分とか1時間寝た後にどういう心境になってるの。わかりました。はい、2人でベッドでラボを寝てたら、うん、っていうちょっとシンプルな男女の検証企画、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあ今からちょっとラボを、はい、行きたいと思います。楽しみー。それやらなくてダメ。え、やらなくていい。いや、それやってください。やらない。楽しみー。もうこうなるじゃん。はい。ことで到着しました。ホテルで。ね、何もしないで本当大丈夫です。本当何もしませんので、検証なんだよこれ、ガチの。あ、結構狭いですね。ちょっとここを開けてみようか。皆さん、昨日お風呂とか入りました。入ってません。入ってますか。何。いや、歯磨きしてるだけ。なんで歯磨きしてるの。あの、ほら、ひげ取ったり、ひくもれつけたり、シーンを取ってる。はい、すいません。はい、おいしいマンピー。ということで、あれですね、やっぱラブホに来ると声のトマトと静かになりますね。いや、めっちゃ不安です。なんか、何もしないですよ、マジで。どんな気持ちですか今。なんか、変な気持ちです。変な気持ち。なんか、はい、まあ、3、40分とか、はい、1時間寝てみて、電気消して。電気消すんですか。ね、一緒に寝るんですか。あ、そう、一緒にこうやって。あ、はい、そうなんですね。起きた後、2人の距離はどうなってんのみたいな、で、今この感じ覚えておいてください。この距離感というか、はい、その親近感というか。はい、はい、分かりました。縮まってんのか、うん、それでもなんかちょっと変に芽生えちゃったのかみたいな。あ、なるほど。はい、でちょっと寝ていきたいと思います。この辺で。はい、あ、普通に毛布かけてもらっての足伸ばして。あ、そんな感じ、そんな感じです。はい、で僕も横で寝させていただきますんで。寝させていただきますんで。じゃあ僕も横で。え、なんで枕持ってるんですか。え、どっから持ってきたの。あ、家です、家です。え、家から枕持ってきた。家から持ってきたじゃないですか。はい、なんで、はい、いや、僕枕がホテルのなんか潔癖もあって。あ、そうなんですね。はい、あ、自分の枕。潔癖と、あとなんかこの枕じゃなくて寝れないですよね。これいいんですか。いいんですか。これマジですよ。あう。なんですかこれ。ちょっと光があれですね。まあこれぐらいでいいですか。
はい。これ本当に寝るんですか？あ、本当に寝れるんだったら寝てください。あ、わかりました。僕もガチで寝ようと思ってるんで。はい、わかりました。足絡めます？いや、いいです。いやです。どうぞ。すみません。やっぱ人が横にいると思うとすごい緊張しますね。寝れないですね。あ、すごい足絡めたいですね。はぁ、あ、めっちゃ恥ずかしい。無理無理だ。ちょっと、どうしよう。じゃあ、お互い背を向けて、はい、背中合わせ寝ます。あ、わかりました。はい、ちょっと背中合わせで。ちょっと待って。こう？そうそうそう。やだ。これはやばい。マジ？これはやばい、これはやばい。これはちょっとやっちゃいけないやつだ。やっちゃった、今。ダメだ、全然眠れないっすね。眠れブロタンさん。はい、ということで、まあ、あれから5分ぐらい経ったんですけど、全く寝れなかったんで、企画終了ってことで、どうですかね、終わった後。なんかスッキリしましたね。いや、全然スッキリしてない。むしろなんか変な気持ちです。あ、え、変な気持ちっていうのはどういう気持ちですか？なんか気まずい。あー、まあ別にそういうのには発展しないみたいな。と、はい、いうことで、まあ男女2人で、まあその、なんだろう、ラブホ行った結果、別にそんなもう気まずいで、やっぱ終わっちゃいました。はい。はい、やっぱ、まさかの手がなかったですね。ないです。うん、動画切ったら。でもないです。ああ、そうなんだ。っていうので、ちょっと宣伝させていただきたいことがあるんですけど、枕あるじゃないですか、これ実はもう、あの、半年以上前から使ってるんですけど、僕が企業と提携して作った枕なんですよ。すごい、はい、だからもうすげえ愛用して作ってるんですけど、はい、これもう分かるかな、このなんていうの、もうぐにゃーってスクイーズみたいな感じで。で、これ何がいいかっていうと、特にこれストレートネックの人にめっちゃおすすめなんですよ。あ、そうなんですか。で、俺ガチでストレートネックで、これ企業の提携だからでしょって思われるの嫌なんで見せるんですけど、俺がガチで悩んでて、もう息もできない時あったんですよ。で、過去にも動画出してるんですよ、首が痛いっていうやつで。で、ストレートネックだったっていうやつで、骨盤もあんまちょっと歪んでるらしいんですよね。ちょっと分かるかな、これ。これ俺もわかんないですけど、正常じゃないらしいんですよ、ちょっと。これやばいっしょ。これあんまレントゲン撮ったことない人わかんないと思うんですけど、普通はこう湾曲っていうの、こうなってて、首のその圧迫をこうしなってるから普通は和らげてくれるんですけど、これ一直線、垂直なんで、しかもなんならこうなっちゃってるんで、ボキっていっちゃうんですよ。これだったら、こう、クッションになってるじゃないですか。それね、ストレートネックの結構ひどいバージョンだったんで、ブキっていっちゃって、これ、ここまで行くと、こんな感じ。超曲がってないですか？やばい。はい。俺、今でもちょっと癖で首グイグイってやっちゃうんですけど、まず、息ができなくて、で、なんかもう、向けないで、もう常に苦しいみたいな。もうずっと仰向けじゃないと生活できないみたいな感じなんですよ。パソコン作業するときとか、マジ強くする。おいしい。うん。3分に1回休憩しました。それで本当に悩んで、まあその整体とか行って、で、ちょうどその、まあ知り合いの社長さんと、そういったね、企業の人と枕作るみたいな話になったんで、まあ俺筋トレもしてるんで、筋トレってギューって食いしばって首にめっちゃ負担かかるんですよ。そういうのでよくしたかったんで、作りました、これ。これ何がすごいかって、人の体温でこの形が変わるんですよ、枕の。やばくないですか？これね、ちょっと触んないとわかんないんだよな。めちゃめちゃ低反発で、そう。体温で変わるってすごいですね。そう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 。そう、へこみが変わって、枕の形がこうやって変わるんですよ、人の体温によって。わかんないですけど、俺も枕ってまあ、ここもぐらいまでじゃないですか、幅って。うん、で、
なんか首から上当てるみたいな。それだとあんまちょっと首がグーなっちゃって寝返りとか打った時にやっぱり変に形になっちゃってるんですよね。肩甲骨まで来てるじゃないですかこれ、はい、だからすごいフィットしてるんですよ。めっちゃその肩甲骨までフィットして形にしてくれるとめっちゃ目覚めがいいというか寝つきもいいし、めっちゃその首の負担が減りました。これガチで寝てる間にこうやって首とかやっちゃうと、これね分かる人に分かるんですけど起き上がれないです。朝起きた瞬間に行ってってなって、もうなんかこっから起き上がれないんで、枕で悩んでる人っていうか、まあ、それでネックで悩んでる人いたら、これちょっと企業とね提携で開発したんで、まあそのまあベッドじゃないんであれですけど、まあそれでもいいですよね。あでもめっちゃすごい、すごくないですか、これはやばい。背中いいですよね、めっちゃいい。全然背中いいとこの包まれるんで、安定感すごい。なのでこれ丸洗いもできるんで、そのまま洗濯機で、はい、すごいですね。っていうので作ったんで、めっちゃ性能はもうおすすめします。はい、まあ、これだけで力で治ったらちょっとあの大げさなんで、まあ、カイロプラクティックとか整体とかいろいろ行ってこれも使って、そしたら自然とまあ良くなって、今じゃ、まあ、首もこうやって動かせるんで、前までもここで多分止まってました、ここで、いやここで止まってましたっていうぐらい熱心になっちゃうぐらい俺マジで悩んでたんで、はい、コンプレックスっていうかなんか多いんですよね俺の体って。そのハゲもそうだし皮膚もそうだし首もそれとなくやっちゃうし、もうボロボロでも頑張って生きるしかない、ピクミンみたいに、うん、おら紫ピクミンみたいな いいですかね。いや無理です。みんなお腹が痛い。お腹痛いですか。めっちゃお腹痛かった。どうしたんですか。わかんない急にやばい、オチでもなんでもないガチなやつ、やばい大丈夫ですか。すいません。じゃあいいですいいですということで概要欄貼ってありますので、気になる人はやってみてください。大丈夫ですか。いやはいどうぞ、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 どうぞ